立ち会いのもとプロポーズをしてもらいます。よろしくお願いします。
結婚してください。ありがとう。写真こっちもいいですか。こっちもいいですか。OK? まだあるからね。ではプロポーズも無事良い方向へ行きましたので、手っ取り早く新婦を呼んでおります。南雅人神父に、お言葉をいただいて、質問をしていただきたい。拍手を持ってお迎えください。おめでとうございます。陽平はこれからウロをずっと話しませんね。はい、話しません。ウロは陽平をこれからずっと話しませんか。はい、話します。じゃあそれではここに、私たちはこれからも立派なヘポポとして生きていくことをみんなの前で誓います。これにこのペンでもって。わー、かわいい。かっこいい。先輩やな。バナナのペン。代表しましてですね、サプライズで祝辞をいただきたいと思います。森アン、森アンいますか。森アン。ヘポパー。ヘポパですね、皆様に今日は引き出物を用意してあります。これはですね、皆様の脳裏に記憶に残るようにヘポパで山とこの、これ、あれ、どう忘れてた。これの前でね、チピの前で、チピの前で2人が司会のキスをしたいと思います。じゃあ、どこにさせましょうか。いや、まあ担当か。そういうことで、カメラ持ってる人は出てて、シャッター。じゃあ2人は引き出物が今日ないから、ということで、ベラ噛んじゃっていいから。ところは5秒だけ。じゃあそんなことで、大きな拍手をお願いします。引き出物をよろしく。はい、はい、どうやってやるのかな。どうやってやるのかな。
今度はこの素晴らしい瞬間を女子にプレゼントしたいということで、ブーケです、ね。こちらから投げますんで、この辺、あ、ここは絨毯あるかな。そっち側でもみんな集合しましょうか。そしたらブーケ都市があります。行かない。じゃあそっち側ちょっと行きましょう。行かない。こっち側。女子も行かない。女の子行こう。行こう。独身の人行こう。誰から？このままでいい？あ、じゃあこのままでいいって言ったら、あ、投げるのめんどくさいね。大丈夫か？じゃあ後ろ向いて。あ、じゃあ行くよ。せーの。ありますので、こんだけの人数はちょっと待ってで、近い人がね、新郎新婦に近い人が、また祝福してください。2人がじゃあ退場しますので、ここをちょっと開けていただいて、また大きな拍手を持って2人をよく見守っていけない見守って、じゃあ今日は本日はおめでとうございました。おめでとうございました。